気流ドリーム1号艇磯部誠選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、久々の気流になりますけども、今節手にしたエンジン前傾の段階なんですが、どんな感触でしたか？まあ、はい、そんなポテンシャルはないなって感じがしました。そうすると最初のレースまではこの辺りを調整しようっていうのは何かお考えですか？まあ、とりあえず今エンジン点検したんで、あとペラですね。はい、はい。最近の磯部選手のスタート感いかがですか？前節ちょっと結構際どいの何本か行ったんで気をつけたいです。はい、前節は宮島で見事優勝、2節連続優勝に向けてですね、もう一言いただけますか？はい、しっかり立て直して頑張りたいと思います。応援してください。気流ドリーム2号艇萩原秀人選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今節手にしたエンジン全件の段階ではどんな感触でしたか？まあ、いいとは言えない感じでしたけど、はい、乗っててちょっとこの辺がっていうのは何か挙げられますか？多分直線良くないと思うんですけどね。はい、今の段階ではじゃあ大幅にプロペラの調整をしているわけではないんですね？はないですけど、少し、まあ、ゲージ見てどうしようかなぐらい考えてます。わかりました。はい、最近の萩原選手スタート感どうでしょう？まあ、いつも通り自分が見えてれば行きますし、見えてなければ平均スタートぐらいで、はい、しっかり行きたいです。わかりました。今日から始まるシリーズに向けてもう一言お願いします。はい、最後までしっかり走りますので、ボートレスキル盛り上げてください。よろしくお願いします。気流ドリーム3号艇中島光平選手です。よろしくお願いします。お願いします。本節手にしたモーター、はい、前傾の段階ではどんな感触でしたか？まあ、はい、もらった状態でも、はい、まあ、ある程度しっかり動いてるんじゃないかなと思ってます。はい、それはどのあたりで感じた？まあ、乗った感じですけど、まあ、レース行ってみないと分かんないんですけど、はい。じゃあ乗り心地もいい方ですか？そうですね、はい。スタートの見え方、それは、いつも毎節課題なので、はい、行けてる時もあれば、ちょっとやっぱり遅れてる時もあるんで、はい、しっかり行きたいなとは思ってますけど。わかりました。はい、それでは今日から始まるシリーズに向けてもう一言お願いします。はい、気持ち入れて走ります。気流ドリーム4号艇柳沢はじめ選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。気流はかなり久しぶりですね。はい、その久しぶりの気流、もらったエンジン前傾の段階なんですが、どんな感触でしたか？そうですね、まだよくわかんないですけど、そんなに下がったりとかはなかったので、調整次第だと思います。レースまでには何かこの辺の作業をする予定というのはありますか？まあ、プロペラ集中ですね。はい、最近のスタートの見え方いかがですか？まあ、見えるときは見えますし、見えないときはちょっと控えてますけど。はい、わかりました。今日から始まるシリーズに向けてもう一言お願いします。はい、最善を尽くします。気流ドリーム5号艇鈴木勝弘選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回手にしたモーター全件の段階ではどんな感触でしたか？プロペラは叩かずに、とりあえずそのままずっと乗ってみたんですけど、最初のうちはすごい乗りやすかったんですけど、ちょっと乗り込んでるうちに違和感が出てきて、まあ、調整もちょっとうまく合わせれてはなかったんで、今日もう一回朝しっかりニードル調整やり直して乗ってみて足合わせしたんですけど、ちょっと足でやられたんで、ちょっとプロペラはもう叩こうかなと思います。最近のスタート感はどうでしょう？スタートは結構最近精度は上がってきてると思います。はい、はい、今日から始まる新シリーズに向けてもう一言お願いします。はい、いつも通り精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。気流ドリーム6号艇松本純平選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回手にしたモーターなんですが、全件の段階ではどうでしたか？まあ、気象条件もあってか思ったすぎた感じで、はい、そこからペラで調整はしていきましたけど、重たさは残ってました。松本選手、最近のスタート感とかはどうですかね？エンジンなりだと思います。6号艇という枠番なんですが、ピット離れ良ければ動くというのも考えられますか？まあ、いいタイプではないんで、そんなに考えてないです。そうですか、分かりました。それでは今日から始まるシリーズに向けてもう一言お願いします。はい、いっそいっそ集中して頑張ります。お願いします。